演舞開演。どうも、本日はこちら熊本銀というところの銀菜庵というお店のお菓子を食べたいと思います。これを開けてみると中にいろんなお菓子が入ってるんですね。で、この中から今日はこの一つしか入っていないこちらのお菓子を食べてみたいと思います。熊本銀菜庵創作和菓子、中身はおお、まんじゅうかな。いろいろ包まれてますね。ちょっと開けるのに苦労してます。やっぱりふかふかとした感じがありますので、おまんじゅうなのでしょうか。中身はこういう風にあんこが入っていますけど、このあんもなんか特殊な感じがしますね。では食べてみたいと思います。いただきます。それは美味しいの裏返しだよ。外側の生地はしっとりしていて、うまく歯が入っていて、その中にあるあんこもさっぱりとした甘さなのですが、もう一押し紫色を生かした何かが欲しかった気もしますね。でも和菓子として考えればとても美味しかったです。熊本のお菓子もっと食べたいですね。まあまだあるんですけどね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。雪だるま血に染まるのがバレンタイン、怖いです。あ、一つ忘れてた。まあいっか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。